神殿のお父様、どうか御心をだけを答えることができますように導いてください。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。では先月感謝と賛美とリバイバルキャンプに行ってきました。皆様の取りなしの祈りを感謝します。今回、本当に恵みによって仕事の休みも与えられて、行くことができました。1日目はハリウッドでの路上ライブに行ってきました。そこでは、九州から一緒に行った方々と一緒に路上ライブをすることができ、またそのお昼から賛美をした時には賛美を聞いて立ち止まって聞いていてくださった方などがおられて、何というグループですかと名前を聞きに来られたりということがあって、本当に神様が働いてくださったことを心から感謝しました。またマーリーさんのセミナーでは、本当に、いろんなことを語られたんですけれども、私は天国に行けることを神様に対する信仰によって確信しているということを語られました。また、神様が全てのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っているということなどを、たくさん語ってくださって、本当に恵みのセミナーとなりました。また、3日目はオニーブレアハウスに行ってきたんですけれども、1日いることができまして、ゆっくり祈りの時を持つことができたことを本当に感謝でした。また大川先生のメッセージもありまして、本当に、2回、と語られたんですけれども、そこでも神の言葉の権威のことなど、また三権が与えられたという証などが語られまして、本当に語りかけをたくさん受けた、メッセージでした。派遣中も本当にたくさんの恵みを受けたんですけれども、また、帰ってきてからも恵みを受けることができまして、職場でとても苦手な先輩がいたんですけれども、どう祈ってもなかなか平安が来なくて、どう祈ったらいいかと思っていたんですけれども、ふと思いの中に取りなしの祈りをするようにと語られたような気がしたので、通勤途中だったのに本当に自転車を漕ぎながらの一言の祈りだったんですけど、その先輩のことを取りなして祈った瞬間に、それまでの不安が消えて、どこへ行ってしまったのかというほど平安に満たされて、本当に神様が示してくださったことだったんだなと思って、本当に素晴らしい体験をすることができました。それから職場に着いてからも、それまでは口を聞くこともできなかったんですけど、笑顔で話してくださって、今ではもう普通に笑顔で笑って話すことができて、本当に神様の恵みを、技を見て体験することができて、本当に恵みでした。これも派遣に行った恵みと思って本当に感謝しています。これからもたくさんの恵みを神様が与えてくださることを信じて、本当に期待でいっぱいです。短いんですけれども、これで終わります。愛する天のお父様、証の時を感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りします。